はい、こんにちは。今回はですね、Linux を起動するときの注意点、こちらについて説明させていただきます。時々ですね、Linux のインストーラー、USB メモリーでインストーラーを作って、パソコンに挿して電源を入れても、うまく起動してくれないというご質問を受けることがあります。いくつか原因は考えられるんですけれども、そのうちの一つ、OS が起動するまでのプログラムが UEFI の場合、ある設定をしなければ、Linux のインストーラーがうまく起動できないことがあります。今回はそちらの設定について説明させていただきます。はい。今回はですね、UEFI の起動の注意点ということで説明をさせていただきます。そもそもこの UEFI とは何でしょうか？これはですね、パソコンの電源をオンにしたときに動くプログラムのことです。こちらにはですね、UEFI と BIOS が存在します。比較的新しいパソコンに搭載されているのが UEFI で、古いパソコンに搭載されているのが BIOS と考えてください。大体それで大丈夫かと思います。ちなみにですね、この UEFI、正確にはプログラムではなくてインターフェースみたいですが、あまりですね、言葉の定義を細かくしても混乱するだけですので、今回はですね、プログラムで統一したいなと思っています。ちなみにですね、この UEFI、BIOS を改善したものなので、いくつかですね、安全な、便利なですね、機能、改善点が含まれてるんですけれども、初期状態のままだと、Linux の起動で一部引っかかるところが出てきますので、今回説明させていただこうと思いました。Linux のですね、インストーラーが起動しない場合、覚えておけば良いかと思います。ここでは UEFI の起動の順序と BIOS の起動の順序について簡単に説明させていただきます。まず左側ですね、New って書いてある新しい UEFI。こちらの方の説明なんですけれども、まず電源を投入するとですね、GPT、EFI ブートローダーって書いてありますね。この GPT っていうのがですね、ハードディスクとか SSD に仕切られているパーティション、仕切りですね。お部屋とか仕切りとかっていうイメージでいいと思います。そちらの情報だと思ってください。はい、これがですね、SSD に入っている Ubuntu の、パーティション構成ですね。GPT になります。パーティション構成、GUID パーティションテーブル。頭文字を取って GPT になります。要はですね、お部屋情報ですね。どのお部屋に OS が入っているかっていう情報を管理していると考えてください。そして、ブートローダー。EFI ブートローダーって書いてありますね。ブートローダー。こちらがですね、OS を呼び出すためのプログラムと考えてください。つまりですね、この2つでお部屋情報、どこに OS が入っているかっていう情報を読み取って OS を呼び出すっていう仕事をしてくれます。そして OS は起動して Linux とか Windows とか Mac、こういったものが起動するっていう流れになっています。BIOS も基本的には同じですね。プログラム、電源投入してマスターブートレコード、これがですね、GPT の対になるパーティション構成だと思ってください。そして、ブートローダー、OS を呼び出すプログラム。こちらが起動して OS を呼び出すという流れになります。マスターブートレコードと GPT。もちろんですね、GPT の方が新しいので、部屋の仕切りがかなり多く切ることができるとか、いろんなメリットがありますが、ここでちょっと問題になってくるのがですね、セキュアブートっていう機能になります。このセキュアブートなんですけれども、安全性を考慮しての機能にはなるんですけれども、これのおかげでですね、Linux が起動できないっていう原因になったりもします。要は、変なプログラムは実行させないっていう機能があるんですね。これが標準でオンになっています。ですので、こちらの方をですね、オフにしないと、USB メモリを挿しても、Linux のインストーラーが起動しない可能性がありますので、こちらの方はですね、覚えていただければいいかと思います。ではですね、実際に UEFI 画面を表示してみます。自分のパソコンではですね、起動時に F1 ボタン、こちらの方を連打することで UEFI 画面に入ることができます。
はい、UEFI 画面に入ることができました。今回ですね、見るべきなのは、セキュリティの項目の、セキュアブート、こちらですね。今ですね、イネーブルドにしてあります。これをですね、通常、ディスエイブルド、使用不可にすることで、Linux を立ち上げることができます。ではですね、実際にこちらの方を、ではですね、はい、イネーブルドにして、はい、F10 キーでですね、セーブ&リセット、保存してくれて再起動がかかりますので、この状態で、こちら、カーリー Linux のインストーラーを用意してますので、これをパソコンに挿して、セキュアブートがオンの状態でどういった表示になるのか見てみます。はい、セキュアブートバイオレーション。こんな感じでエラーが出ます。はい、エンターを押しても、こんな感じになりますね。これがですね、USB のインストーラーからではなくて、もともと内蔵されている、Ubuntu とか Windows の表示になります。ではもう一度、UEFI 画面を表示して、セキュアブートの方をオフにしておきます。はい、セキュアブートの項目を、Disabled。そして、F10 キーで、セーブ&リセット。はい、こんな感じでですね、カリ Linux のインストーラーが起動しました。なおですね、Linux Mint のインストーラーでも試してみたんですけれども、Linux Mint の場合はですね、セキュアブートが Enabled、On の場合でもちゃんと起動しました。カリ Linux ではセキュアブート On の時に起動しませんでした。ですがですね、Linux Mint、こちらの方では、正常に起動することはできました。これはですね、自分の環境で確かめています。ではですね、このセキュアブートっていうのは何をもって変なプログラム、危険なプログラムっていう風に判断してるのかというと、こちらですね。デジタル署名のあるソフトウェアしか実行できないようにする技術のことであるということで、デジタル署名があるかないかで判断しているようですね。Linux の数っていうのは本当にですね、星の数ほど多数ですね、存在しますので、全てが全てちゃんとデジタル署名とかがあるわけではないみたいですね。ですので Linux を導入するときはこちらのセキュアブートの方をオフにしておいてください。もちろんインストーラー、外付けの USB とかハードディスクを読み込む優先順位の方は一番上に持っていってください。これもですね、 UEFI とか BIOS の方で変更することができますので、そこのあたりは気をつけてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は Linux 起動時の UEFI の設定について説明させていただきました。今回の動画が面白かった方、今後にですね、期待されたい方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。